洋山氏は日本の氏族、大和国天下氷高山荘を本願地とする。15世紀から16世紀にかけ、同地の洋山城を拠点とした。洋山氏は源の頼光の統帥とされ、鎌倉時代中期に大和国天下郡の高山荘に移住し、南北朝期には南朝に仕えたと伝わる。欧栄27年には洋山氏は洋山荘の月食を得ており、 その後、夏季吉四年、高山奥、大広氏が、畠山も地区にを撃退している。大広氏は、幸福寺一条院方の首都で、高尚元年に、官布首都の地位についていた。また、洋山氏は、お島に属して、応仁の乱では、西軍の畠山義成方に加わり、おち氏、古市氏に次ぐ地位を得るに至っていた。文明十四年、洋山大二方言の子、洋山奥、 大久氏が吉成から一時離反している。明王二年には、将軍、足利義材の河内出陣に伴う畠山、正ながらの攻撃によって、大久氏は溶山から没落するなど苦境に陥るが、明王の政変で、義材が将軍くらいから廃されるとその危機を脱した。明王九年頃には、高山東氏が、室町幕府や細川正元から治業を安堵され、また、 英雄元年には、お地方の山と今市城に、加護戦した、陽山春道や、山城淀の藤岡城での薬師寺現一鎮圧に、貢献した陽山当着が、細川正元から称されるなど、陽山氏は、細川氏との関係を築いていった。その後、英雄十七年五月には、古市氏、長州寺氏と共に筒井方を攻め、奈良を占拠しているが、同年十月には、 お知氏とつついの間では僕が結ばれた。その際の取り決めに、本来つつい方のよりきでありながら、お知氏に味方していた長生寺氏、養山氏、根尾氏、万丈氏、島氏に所要を変換するとの条項があり、時期は不明だが、養山氏はつついに属していたとされる。この和睦以後の山和における養山氏の行動は、つつい党としてのものと見える。こうした戦乱を通じて、 洋山氏は様々な権益を獲得しており、大和では成長層や長屋層に治療を持ち、大和国外でも若狭国の西郷の治療を所望し、幸福寺別当領である、張馬国の土山層の経営を洋山家門が受けようなどした。また、文明12年には油売買をめぐる総論や火鉢作くじ線をめぐる総論に関与し、永正4年には、 カンプ首都の候補に上がるなど、その存在感を強めていた。一方、洋山市と周辺の国人らとの関係を見てみると、高山奥、雷久氏の弟が、美和商寺氏の名跡を継いでおり、その雷久氏の弟は、古市住種の娘をめとっていた。また同じ頃、幕府奉公州である宇治の巻頭氏に、洋山氏の娘がとつぎ、後年、洋山荘の西隣にある、 田原僧の坂上市にも、養山広氏井の娘が嫁いだ。婚姻関係以外でも周辺国人との間に、協力関係があり、天文末年から永六年間に、近隣の尾崎市との間で喧嘩が起こった際には、草内西市や草内安楽寺氏、万城市に、郡山市が合力に駆けつけた。天文22年に、広氏井が死去した際には、筒井氏ら大和国内外の十六氏から、 弔い状が送られ、いざという時は合力するとの胸が伝えられている。養山広イ来は前日の細川氏との関係もあってか、天文5年からは細川氏の指揮下で活動しているが、天文11年には畠山氏に属している。そこでは河内への軍事動員刑を行使し、安見宗房と共に白州城三軍守護大に任じられているなど、 それまでの山和国人としての活動から脱却した動きを見せていたが、畑山市内部の権力争いの中、天文22年には自陣するに至った。その後、広白井の子、富士生が筒井市への従属を強める様子が見られたり、あるいは筒井市に適する松永久秀につく一族の動きが見られるなどするが、松永久秀が織田信長に降伏した。 天正元年以降は、筒石に従ったものと考えられる。天正十二年には、橋場秀吉と対立する徳川家康に、洋山武左衛門の城が味方していることが確認できる。天正十三年、筒石が伊賀天保を命じられると、当時の洋山氏当主、来はじめはそれに従い、洋山を離れ、筒石海域後は、松倉重政に仕えて、日前国島原で死去する。 慶長7年に、陽山で生まれた、第初めの子、大修玄は、母方の祖父、坂上武中と共に、大阪の陣にて、大阪城に牢城し、御子とは、道明寺の戦いで、討ち寺に、大修玄は生きながらえたが失速する。その後、野牛宗則の口添えで、森忠宏に仕え、寛永10年に、忠宏が死去すると、丹後国宮津の京国高宏に仕えた。 昇法四年に暇をこうと洋山に近い奈良へと移り、上京三年に死去するまでをそこで過ごす。雷修ルが宮津にいた時に生まれた子に、東大寺大仏殿の最高に尽力したことで知られる光景がおり、光景は大仏殿最高の活動の中、洋山市と縁のある宝楽寺や鉱山や綿宮にも訪れている。陽山市系図茶線作りのための竹のざむ 高山町にて、鷹山氏が鷹山を離れた後、昨日した旧神たちは、茶船作りで生計を立てるようになった。教法21年には、茶船は高山村の特産物として知られており、現代において、鉱山産の茶船は、全国シェアの90%を占めるという。15世紀中頃のレンガ市、総勢は俗名を鉱山自重というが、この総勢を、 洋山来久佐市の次男とし村田受講の依頼で茶船を考案したとする伝承がある。ただし史実性に関しては疑問が提示されている。また、奈良の宝来で茶船の作り方を学び鉱山に戻った神野城という人物が豊臣秀吉に茶船を献上し、それが大いに称されたため高山村全体で茶船製造が盛んになったという説もある。幸福院は、 奈良の天寺であり、同時には、洋山氏に関する文書群、洋山屋文書が所蔵されている。またこれに、金星資料6点を加えたものが、東京大学資料編纂所書の影写本で、幸福院文書と呼ばれている。大和の武士に関しては、洋山氏のほか、奈良の野牛氏、宇田の沢氏、内野坂氏を除くとまとまった、古文書は、極めて稀で、幸福院に残る。 文書群は貴重である。この文書群に含まれる、鷹山主継図写しによると、鷹山内主輝のいとこの春臣には、公文院の十字、寺喜び院の名で、寺喜び院の弟子となって、公文院に入寺した。妹の光心にも、公文院に入って、十字となり、三大将軍、徳川家光から、新たな事業地と公福院の事号を賜り、公文院から、公福院に名を改めた。 来主ゲルの娘、心心にも、幸福院に入寺したが、幸新にが死去すると後目について揉めたようで、来主が、自社奉行に七年にわたり、訴えた、結果、幸新にの遺言通り心心にが十字を継いだという。また、心心には四大将軍、イエツナより、宝蓮村に、寺地数百件を賜ったとされる。幸福院の教誉まれ清新にと弟の光慶は父。 来シゲルの15回帰に際して、遥山氏の母大寺だった円楽寺を修復し、幸福院に関係のある僧侶を入寺させた。円楽寺は明治の廃物希釈の際に破壊されたが、その跡地には遥山氏の墓所が残る。ありがとうございます。